こんにちは、ソッカー塾のですちょっと妙なニュースが目についたんですよこれタイトル見てください日本政府からのものなんですけども若者のアルコール離れが深刻ということなんですけども若者がアルコール離れすると何が深刻なんですかねいやお酒を飲んだ方がよくって飲まないのは悪い ってていうう風な価値観は一体どこかから生まれてくるんでしょうかちょっと記事を読んでみようかと思います。えー、日本政府需要喚起に向け若者の意見を募集しますということなんでお酒を飲まない人に対してお酒を飲まないようになってきた若者に対してみんながお酒を飲むためにはどうすればいいみたいな意見を募集するというねこれも何ともとてもじゃないけども頭のいい人が集まって考えたこととは思いませんね。 一言で言うと、バカな人たちの集まり、それが日本政府なんじゃないかなと思っちゃうわけなんですよね。はい。需要喚起の若者のアイデアを、えー、酒類消費減少で、えー、国税庁ということで、国税庁はね、お酒の税金集まってますからね、いわゆる売り上げ上げるために、みんなにお酒飲め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 言いたいわけですよ。でもお酒を飲んでね、人生ってプラスになることってあんまりなくって、どんどんマイナスになっていくわけですよ。だって飲酒運転ってそもそもお酒がなければ存在しないわけでしょ。 つまりは、不幸になる人が減るんですよ。お酒を飲む人が。減れば減るほど。ね。えー、そして、お酒っていうのは、なんやかんやで責任の取材を曖昧にします。酒の席のことだからとかね、えー。酔っ払ってて何にも覚えてませんとかっていうふうにして、うやめにされていたことって結構あると思うんですよ。あと、酔った勢いでみたいなのもありますよね。若い女性をお酒でね、酔い潰して、それで犯行に及ぶみたいな、そんなこともあるじゃないですか。 そういった犯罪の温床とも言えるような、その引き金となるお酒を、なんで国税庁はね、自分たちの利益のために進めるんだって話ですよね。バカな話ですよね。記事によると、国税庁は若者対象に、日本、日本産酒類の需要喚起に向けた、えー、提案を募るコンテスト、酒び場 <laughs> を開催する、新たなサービスや、 販売戦略について若者目線のアイディアを引き出し人口減少などで縮小傾向にある国内市場の活性化につなげたい考えだ特に指摘されるのは若者のアルコール離れそこで酒類業界を所管する国税庁は需要喚起に向け若者の意見を募集コロナ禍で増えた池飲に合わせ家飲みに合わせた製品やデザインのほか、インターネット上の仮想通貨メタバースを活用した新しい販売商などを関する提案を期待しているねえ あのそれはね国税庁の頭のいい方がこのぐらいのことを考えてくださいよと結局アイディアがないから国税庁の外にアイディアを求めるっていうのはね一見みんなの意見を聞いていいように思いますけどもあれでしょ手柄は自分のところで取るわけでしょ情報だけアイディアだけ民間に依存してほ、うんまふざけるなっていうことだと思いますけどもね何を言ってるのか分かってるんでしょうかね国税庁の皆様はねえー、国税庁は日本の行政機関の一つ えー、内国税の適正かつ公平な負荷徴収の実現酒類業の健全な発達及び税理士の業務の適正な運営の確保を図ることを目的として設置された財務省の外局であるということですけどもとんちんがんなことになってますよね。お酒酒飲ままななないいいいいい話じゃでですか何も悪こことと、ね、離れこれは今までずっと 日本という国を運営してきて必然的に起きたことじゃないですかだとしたら無理にお酒を飲むように進めるのもまさにね、飲み腹ですよ。飲み会の席で上司が部下に無理やりお酒を進める先輩か後輩にお酒を吐くまで飲ませると同じことを国単位でやってるってことでしょ若者のアルコール離れが深刻って全然深刻じゃないよ。それこそね、酒依存の今までの世の中の方が深刻だったわけですよ。以上です。 okay